はい、どうも、さん、こんにちは、からです。ということでね、新規一点、ちょっとね、アングルを変えてみました。ということでね、外ではマスクしないのに、部屋の中ではマスクしてるカオルでございます。はい。ということで、今回のネタなんですけども、はい、外務省がですね、カタール航空の活用を呼びかけているというニュースがございました。そのニュースに関してはね、この概要欄に載せておくんですけども、今ですね、新型コロナウイルスの感染の拡大を受けた各航空がね、空港がね、各国で今、閉鎖状態になってますよね。はい。なので、日本発着のね、国際線がね、縮小する中で、カタール航空がね、アフリカとか中東からの帰国する人の架け橋になっているというニュースがありました。はい。というのも、カタールの首都ドーハと成田空港を結ぶ直行便の運航は継続している。そう、今でも継続しています。そう、継続しているほか、ヨルダンや中東、東アフリカなどの、地域の在留のね、在留の、日本人のためのチャーター便も手掛けているということで、外務省はこれらの便を使った帰国を呼びかけているということでございます。はい。ここでに来てね、カタール航空大活躍。はい。ワンワールドカメでございます。はい。なので、ね、まあ、チャーター便でマイルが貯まるのかとかそういう話ではなくて、そういうふうに、カタール航空を、活用して、今ね、帰国を呼びかけているのが外務省の方針ということになっております。はい。で、実際ですね、同航空会社の日本にとっての重要度は増していると。はい。5月の2日じゃなくて4月の2日ですね。4月の2日にはヨルダンから同社のチャーター便で9人が出国して、で南アフリカからはウガンダ発の便に58人、6日にはケニアからも50人が搭乗したということになっております。はい、今後もね、14日にクウェート、ドーハまで日本人をね、搭乗するチャーター便が調整されているということになっております。そして外務省はですね、ドーハまでたどり着ければ日本に帰ることは可能だというふうに語っております。まあそうですね、ドーハにたどり着ければ成田までね、直行便のカタール航空が飛んでるわけですから、ドーハまでたどり着くことができればもう日本にね帰ることが可能ということで、これでね今カタール航空がね今中東それからアフリカのねに住んでるね日本人が日本に帰る手段としてとても注目を浴びています。そして大活躍しているということになっております。はい。それこそねカタール航空ねワンワールド加盟のね JGCC 号とかでねよく使われる路線だと思うんですけども、今回ねこのここに来てはいカタール航空大活躍というふうになっておりますね。いろんなね直行便でね結構今いろんな空港がね、渡航禁止とかだったり空港封鎖とかなってる中で今カタール航空がね大活躍ということになっております。これエミレーツじゃなくてカタール航空なんですね。やっぱりねカタールとやっぱりそのドバイ UAE か UAE アラブ諸国連邦との違いっていうのがあるんでしょうね。やっぱりねそう UAE は封鎖だけどもカタールはそういったね渡航がね可能ということになっております。ここがね結構隣なんだけどもやっぱ国の違いということでねすごく注目を浴びているということになっております。はい。このニュースを見てね僕はねすごいカタール航空やっぱさすがだなというふうに思いましたね。やっぱりね航空会社ランキングとかでもねカタール航空って結構やっぱ上位ですよねいつもね。はい。やっぱり中東の航空会社ってやっぱりすごいやっぱ上品というか、私もね実は利用したことがあるんですけども、数年前にねドイツのフランクフルト、ミュンヘンのね旅した時に実は僕カタール航空でねドイツに行ったことあるんですけども、その時もねすごいねいいねサービスだなというふうに思いました。例えばねエコノミークラスなのにおしぼりが配られたりとか、例えばエコノミークラスだけどもチキンかフィッシュカイだそれはどこも一緒かそれはどこも一緒なんですけども、例えばエコノミークラスだけども例えばねドリンクメニューとかね食事のメニューとかがこう配られたりとかしてましたね。はい。なんかこのメニューの中から飲み物何でも取っていいよみたいな感じでね。はい。結構ねカタール航空はね結構エコノミークラスでもサービスが手厚いなという風な印象でございます。はい。そのね映像なんかもねちょっとだけ載せようと思うんですけども、当時はね確かねバルセロナとね確かコラボしててね、なんかね出発のね注意喚起のねムービーってあるじゃないですか。ANA だったらね、歌舞伎役者のね、やつのムービーとかあると思うんですけども、それがカタール航空の時はね、バルセロナでね、ネイマールとかメッシとかがフリーキックするようなね、注意喚起のね、動画だったりもするんですけども、結構ね、カタール航空はね、エンターテインメントも力を入れている、とても素晴らしい航空会社だなというふうに思いました。で、そういえばね、その航空会社の雰囲気を皆さんとね、一緒に拝みながら、ちょっとお別れしたいなと思っております。そんな形でね、日本の航空会社は減便なんですけども、まあ、カタール航空はね、今すごくね地方の国に住んでる日本人の架け橋になっているということになっております。はい。ということでね、ぜひ皆さんもね無事帰れることを祈っております。ということでね、このチャンネルでは JGCC が SFCC の特段情報や海外に行きたい方にね何か一歩かけないような動画を配信してるんですけども、まあこのコロナの時は、まあね、そういったなんか、なんでしょうね。まあ、日本のね、日本の世界の航空会社のね、ニュースなどを発信していきたいなというふうに思っております。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。カタール航空の映像からお別れいたします。では、そのまま。はい。じゃあ、これから日本を出発いたします。
感じです。はい、じゃあこれから12分Thank you.